ジャンボー、こんにちは。ハバリー。ケニアのナクロにある光音楽学校からユカでーす。皆さん元気ですか？ハバリー。ムズリーですね。ケニアからスワヒリ語講座を日本人の皆さん向けにお届けしています。はい、前回お金の話を始めて、お金はペサって言うんですけど、ペサの話を始めて、で、これが銭で一番大きいお金なんですけど、結構この銭しかないのが不便なんですけど、銭を出したらお釣りがないことも多々あるので、まあ、それでもし2000円とか5000円札があったらどんだけ大変なことになるかっていうのは想像がつくんで、しょうがないんですけど、まあ、みんなそれ1000円以下で大体収まるような生活をしている人が多分多いっていうことやと思うんですけど、でこれが500、これが逆さま200、かわいいですよね、ケニアのお札色とりどりで、でこれが100です。ほんでこれ、まあこれは古いやつなんですけど、このハムシーニ50、ハムシーニっていうのが50シーリングで、で50シーリングで結構いろんなものがケニアでは古着とかも買えたりするって話をしました。であとコインなんですけど、コインは4種類あって、これが20シーリングです。20円です、日本だと。でこの20シーリングはすごいなんか豪華に作ってあるんですよね。なんか色も違うやつが使ってるし、すごい厚みもあって立派なコインなんですけど、これは、バオって言われたり、イシリニって言われます。バオは、バオの方が、なんていうか若者言葉だと思うんですけど、まあ、流行語に近い。で、イシュリニっていうのが本当のスワヒリ語なんですけど、でも、普通に、マーケットとか、そことか行ったりすると、バオバオっていう風に売ってたら、これ20シリングです。で、これがクミ。10シリングです。クミは10のことで、これ10シリング、ちょっと小さくて、20シリングはちょっと小さくて、で、これが一番小さいお金で、サイズ的に一番小さいお金5シリングで、5シリングはタノ。っていうふうに言います。で、ケニアで面白いなって思ったのが、5って日本だと普通こうやって数えますよね。1、2、3、4、5っていうふうに数えると思うんですけど、ケニアでは、1、2、3、4、5。で、5がこれなんですよね。だから、そう、5シリングでして言いたいときに、おじさんこうやって出したりして、何それって思ったら、それは5シリングで売ってるってことです。で、最後に、これが一番今使われてるお金で小さい単位の1シリングです。1シリングは1円なんですけど、まあ、でもこの1円、1シリングは、スーパーとかで買い物した時に、例えば629シリングとかってお会計になる場合はあるんですけど、でも、まあ、スーパーで、そんな9シリングをこういち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 あんまり出すこともないし、ほんで、露店とかに行ったり、露店でなんかこう野菜をちょっとだけ買うとか、例えばその道端でサトウキビ売ってる人とか、トウモロコシ売ってる人とかからこう買って、まあ立ち食いじゃないけど買い食いするとかっていう時には、その人たちはスーパーに行く生活をしてないんで、この1シリングをめっちゃ嫌がって、5シリング以上じゃないと受け付けてくれないんですよね。そう、1シリングはもう受け付けてないって言われて、だから1シリングをこう使う機会がなくて、めっちゃ家にたまるっていう1シリングの問題 があります。はい。これがシリンギモジャ。モジャは、1のことなんですけど。はい。じゃあ、ついでに数をやると、モジャ、ビリ、タトゥ、ンネ、タノ、シタ、サバ、で、これがンネと似てるんですけど、ナンネ、で、ティサ、クミ。クミはさっき10って言ったんですけど、そういう風になります。モジャビリタトゥンネっていう風に数えます。
では、またこれからも一緒にケニアへの、ま、豆知識とか、生活の話とかを交えてスワヒリ語講座をやっていきたいと思います。また見てね。バイバーイ。